初任給のお話。卒業式を終え、これから社会人になる人にはぜひご覧いただきたいお話です。某信用金庫に勤める二十歳の短大卒の女性が、初任給を親のために使って喜んでもらおうと両親をレストランに招待しました。お母さんは前日から美容院にセットに行ったりして大喜び。ところがお父さんはブスッと不機嫌な顔をしてついてきた。何を怒っているのと尋ねたら、一回の晩飯ぐらいで俺が20年間苦労して育ててきたことが帳消しになると思ったら大間違いだぞと。そんなことどうして言うの？と思ったけど口に出しませんでした。今日はめでたい日だし、お母さんは横でもうパクパク食べ始めているし、今さら怒って帰れない。しばらく天井を見つめていたお父さんがぽつりと、ビールぐらい飲んでもいいかと言った。誰がビールなんかついでやるもんか、そう思ったけど継がなきゃしょうがないなと思って、彼女はお酌をした。ところがコップを差し出したお父さんの手には20年間勤めたセメント工場での白い粉がびっしり、手の甲のシワと毛穴にまで詰まっていました。それに気づいた彼女は、お父さんごめんねと言いたかったけどどうにも言葉になりませんでした。自宅に戻ったその後、彼女がトイレに行こうとして両親の部屋の前を通りかかったら、中から話し声が、どうせまたお父さんが私の悪口を言っていると思ったら、それが違うのです。俺も50いくつになるけど、今日みたいに美味しい晩ご飯は初めてだった。あいつの顔を見ていたら、俺は涙が溢れそうになったから。天井しか見れなかったけど。なあお前、本当にいい娘に育ったな。その瞬間、彼女はそこから先に足が進みませんでした。そのまま自分の部屋に帰って、頭から布団をかぶって万歳のポーズで朝まで泣き続けました。南蔵院住職、林覚醸師のお話より。